今日も来たぜ、タケ TV100 だ。今日紹介するのは、ニューバランス、靴を買ったぜ。というわけで開けてみようと思います。はい、おお、軽い軽い。はい、私が買ったのは580ですね。このクオリティ、なんといっても軽いんですよね。あの、色はあえてこのグレーを選びました。ニューバランスは基本的に地味な方がいいみたいですね。この N っていう字もできるだけ小さいやつを買いました。ディティールを見ていきましょう。白とグレー、このラベルのところが黄色でちょっとおしゃれだったんですね。ここにもタグが黄色になってますね。何よりやっぱ軽いっすね。ちょっと何グラムあるか測ってみましょう。さて何グラムでしょうか。お、291グラムですね。300グラムを切っております。ちょっと分かりづらいので比較してみましょう。 iPhone5S ですね。ケースをつけた状態のものが129グラムですね。291グラムなので iPhone2 個分っていったとこですかねこの大きさに対して結構軽いので持った時に結構びっくりしますね。まあせっかくなんでニューバランスの小話をしましょう。まあ、あの街中で売ってるニューバランスは大体似たようなものでも値段が2種類ほどあると思うんですね。基本的にちょっとスニーカーにしてはえらい高いなっていう値段がついてるものがあります。まあ、大体2万円から3万円ぐらいのやつですかね。その辺のやつはあの本国で作ってるんですね。あのアメリカかイギリスで作ってます。で、まあアメリカでいうとボストンですね。まあそこが有名なところなんですけども、だいたいこのように手作りをしてるんですね。ハンドメイドまではいかないんですけども、工場で、まあ、のこういう老舗の職人さんたちが作ってるということなんですね。で、まあ、あのメイドインチャイナとか、まあ、あの日本でライセンスを取って安く売ってるっていうバージョンの靴もあります。まあ、あのクオリティ的にはほぼほぼ一緒なんですけども、まあ、横に比べてみると、まあ、ちょっとこのソールの部分のデザインが違ってたりとか、まあ、カラーリングとか、まあ、なんとなくこの全体の雰囲気が違うんですね。不思議ですね。まあ、僕はちょっとこの安い方を買いましたけども、かの有名なラルフ・ローレンさんもこれちょっとモデルは違うんですけども、これのもっとクラシックなやつを履いてたそうです。まるで雲の上を歩くような履き心地だということらしいですね。これが雲の上を歩く。おお、歩いていきましたね。おお、いいんじゃね、いいんじゃねえかこれ。あ、なんか結構フィット感がいいですね。この土踏まずのところが、ここはなんかキュッときますね。ジャージでした、下は。はい、というわけでニューバランスを買ったよでした。じゃあね、バーイ。タケ TV 登録してね。タケ TV100 TV だ。